で来ました。私の施設長と同じ井上です。両の生まれです。施設長の1学年上ですとか言ってね、今日は新年会ですから楽しくいきたいと思いますね。で、私たち東日本大震災の後ね、ずっと東北の慰問とかに行ってるんですよ、ね、で去年はね、岩手県の宮古というね、一番津波で大変だったところに行ったんですけど、そこでもね、やっぱり人気の歌はね、北国の春だね。だから最初に皆さんと北国の春を歌ってからね、にしましょう。じゃあ全員私ね、猫大好きなの。それでね、猫ママっていうの。私は福島の町から湯塚村に嫁さんに来たのよ。福島から町から村へ来たの。そうなの。私のうちね、雨が降るとね、傘をさするよ。ねえ、夏はものすごい暑いの。夏は暖房完備ね。冬はね、冷房完備だね。そう、すごい寒いのよ。ねえ、うちにばあちゃんがいるんだけど、うちのばあちゃんね、うちにね、すごい古い金庫があったんだって。私に開けてくれって言うのよ。ばあちゃんね、何も言ったって私一度も開けたことがないのよ。それでバールや金槌持ってきたの。だけどね、ダメ、蹴っ飛ばしたの。そしたら足痛くなっちゃう。だからね、今度開けろっていう金庫はダンボールにしてもらおうかなと思ってんだ。じゃあ、プロの鍵付けに頼んでみたら。そうだね。何が入ってるのかね。小判かな、札束かしら。いっぱいのや、ね、いいの入ってるといいわよね。鍵付けさんね、一生懸命開けてくれてるよ。何時間もかかって開けてくれてるの。開いた、カチャ、開いた。あら、にゃーんって、にゃんにゃんにゃんって、猫ちゃんいっぱい、にゃん。あ、私のタムちゃんもいた。黒猫のタンゴ、タンゴ、タンゴ。私のタンゴは黒い猫。にゃん、にゃんって、後ろに回ってみようかしら。あれ、こんな大きい
後ろに回ってね、探してみようよ。にゃん、にゃん、にゃん。あら、おっきい猫。にゃん。黒い猫。黒い猫。猫ちゃんいっぱい。にゃん、にゃん、にゃん、にゃん。ね、玄関から猫ちゃんが出てきちゃったわ。お宝はないね。猫に小判っていうのにね。あら、私はね、猫だけでいいのよ。だってね、猫はね、いい、皆さんにね、たくさんの幸せとたくさんの健康を運んでくれます。いやあ、ありがとうございました。実際ね、猫がいっぱいいるのよ、海に行くと、ね。でね、お昼時になるとね、近所の猫も集まってくるんだ。で、食べ終わるとね、寝転んでんだ。分かった。分かった。あ、そういうことでね。はい、では皆さん来てください。まだね、このお笑いの雰囲気がつかめてないのかなっていう気もするんでね。この空気をね、掴んでみましょうね。こうやって空気掴むの、空気掴むのよ、この場の空気。だから手を出してね、こう掴むでしょ。だから掴んだらずっと後ろに引いてくるのとね、背中のね、余計な肉がなくなってくるんだ、これね。結構いいの、ね、で、1、2、3で笑うんです。1、2、3笑うとね、この肺の中の古い空気がドーンと出てね、新しいのが入ってくるの。今度左側の方を掴んでみます、ね、左の方を掴んでね、ずーっと持っててね、こう持って、1、2、3はい、今度右の方ね、はい、掴んでね、ぐーっと持ってて、マスカさん笑うんです。1、2、3そしたら今度ね、この指のところのつぼしに刺すんですよ。絶対に落ちねえ。これで
超巻きがない超巻とか超目とか超巻きの犬あの目つけない言葉になる犬目にゃんこ目とかカラス目とかつけないつけるんだよねそうなん言わないでさ今から言うとこはないんでしょあ私ね あそこにいる猫マンもちゅうがスズメは目がついてるよって最初からじゃあどうすんのって言ったらさっきのお母ちゃん言ったねチュンチュン目そのチュンチュン目のじゃないけどこれだな今からこれ飛ばすからなうまく飛んだらな拍手喝采よっと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 なんでダメだこれなもう一回やっかんないやー飛べ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 わかった昨日寒くて雪降ったから恥がんだなそうだな母ちゃんに言っちゃったらおしまい。ねがこんじゃ面白くねえかな。だったらば、うまくこれ、かじかんで動かねえ。動かねえんだったらば、動かずにやらとね。最初から、キャー落ちねえぞ、これは。って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 。ダメだ、これ。これもかじかんでて、ダメってこれ、ちょちょめが。ほら、ちょちょめ。半分だけ受けた気がしたで、いや困っちたのね。本店だから何すかなと思ってこの考えてんだけどよ。あれどっか来た、ネタがどっか来たぞ。あれ本当にネタがどっか来たこれ。うわあった。じゃあ今から今度ね、ちょちょめダメだから今度ね、紙吹雪行くからな。紙吹雪ふぶかねえんだこれしゃあねえなふぶかねえんだこれ一つつながあの普通のこの髪をふぶかってやったけ散らかっちゃうね散らかる俺掃除だっけ四角い部屋は六白本だからめんどくさいから紐でくっつけちゃこれが起こっちゃ髪動きもできません考えてみたら私何もできないんだ , 笑ってごまかす